ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズアリーナより車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただく車が2018年式アウディ SQ5、 こちらをご紹介させていただきます。つい1ヶ月前ぐらいも、そうですね、全く同じ、はいはい、ボディカラーのボディカラーね、 SQ5 をご紹介させていただいてるんですけども、はい、今回なんといじり物っていうことで、はいはい、それをいじったわけじゃないです。なるほど、はいはいはい、で今回はそのアプトっていう、はいはい、アウディチューナーの、はい、一押しのパーツがフルフルでついている、はい、こちらの個体をご紹介させていただきます、はい、でまず外観もう全部アプトのパーツがついているみたいなんですけど、そうですね、小島さん内容把握してますか？入ってばっかりですからね。本当ですか？で僕は一応ちょっと、はい、下調べしてきたんで、はいはい、じゃあで一応フロントサイドリア、はい、全部アプトのパーツが入っているみたいなんで、まあ、多分全部バンパーがアプトになってますよね。でアプトのバッジもついてて、あとこの下側のこの部分と、あとこのサイドのこの部分ですねはシルバーにペイントしてるっていう、多分純正のそのシルバーのパーツに合わせてっていうことだと思うんですけど、結構純正っぽくないですか？なんか純正っぽいですかね。なんか純正オプションのバンパーですなんて言われたら、はいはい、一見ちょっと納得しちゃいそうな、はい、それぐらいまとまりのあるデザインかなと思うんですね。であとはもう85年ぐらいの歴史があって、はい、車をいじるようになって50年ぐらい歴史がある。で結構日本だとちょっと馴染みが少し薄いかなっていう気がしますけど、なんかヨーロッパだともうメルセデスで言ったらブラバスとかカールソンよりかももっとなんかメーカーとかに近い、はい、どっちかっていうともう AMG 的なそのぐらいメーカーに近いチューナーなんですよ。チューナーですね、はい、なんで本当にクオリティだったりだとか、まあ、デザインも含め、はい、まあ、非常におすすめのチューナーでございます。そして今回ワイドボディキットっていうことなんで、はい、オーバーフェンダーが30ミリぐらいですかね装着してございます、はい、これはここに貼ってる感じなんですね。そうですね、ただちゃんと全部センサーなんかも避けてて、さすがチューナーだなっていう感じです、はい、そしてアプトってあれですか、比較的純正に近いドレスアップのエアロがパーツが多いってことですかね。そうするとそうですね、もうチューナーなん で、はい、で特に本当にメーカーに近いんで、はい、もうなんかやりすぎてないという、はい、純正にも見えるっていう、そうですね、はい、そんな感じかなと思います。でそれに合わせたホイールがなんと295/30/22インチっていう、はい、295ちょっとね純正じゃないね、二度見しますよねちょっと、はいはい、え、Q5 で295っていう、はい、そんな感じですけども、純正が20インチですよね、はい、2インチアップの22インチが、はい、そしてもう295ですからやっぱりスペーサーなしで、はいはい、もうすごいコンケーブのこちらもアプトのホイールが装着されてます、はい、でこれもなんか純正オプションって言えばなんか、まあ、そんな気もこれはそれとじゃないです か、それはちょっとねけどなんか社外のホイールにしてはちょっとそんなに派手じゃなくないですか、はいはい、なんかそんなホイールもこのラインとかは、まあそうですね、デザインはね、コンケーブしてますね、デザインはそうかもしれないですね。こんなホイールが、はい、そしてやっぱり純正のホイールよりスポークがこう細くなって中が見えるんでキャリパーがもう非常に目立ってますね。そしてなんかローター全然減ってませんけど走行距離も今回のお車かなり少ないということで、ね、はい、1万キロ台、3000ちょっとですね。なるほど、はい、もう超グッドコンディションということで、はい、で車高の方も約35ミリぐらいローダウンされてるみたいです、はい、でローダウンもアプトのアジャスタブルスプリング、はい、まあ、純正ショックを生かしたまま車高調化するキットがついてるみたいなので、はい、そんなのでローダウンされてます。それは有名なんですか？有名というかアプトのやつです。アプトですか？多分その仕組み自体はどっかサスペンションメーカーのものじゃないかなと思うんですけど、純正のそのショックの受けとスプリングを外して、はい、その調整式の受けとスプリングに変えるっていう、はい、あの電子制御の足回りなんかもそのまま使えるっていうタイプがついてます、うん、なんでもうちょっと多分下げ幅も多分まだあると思うんですよね。 ありますね、うん、なんでもうちょっと下げたいとかもうちょっと上げたいとかっていうのがあればご要望に応じてそんな調整もできますよ。で今回サイドスカートもアプトのものがついてます。なんでエンブレムと、まあ、純正だと結構つるっていう、はい、つるんとしたデザインですよね、はい、でちょっとアクセントでこの部分がついてる、このいいですよね、このヘリというかこう、でそこも、まあ、フロントのシルバーに合わせてシルバーでペイントされてちょっと本当にアクセントとしてかなり効いてるんじゃないでしょうか。そしてリアも同様に30ミリぐらいですかね、ワイドボディのオーバーフェンダーがついてます。そしてフロント同様に295/30だからもう横からの迫力もすごいですよね。もう車高もスタイリッシュになってますし、そして後ろに回っていくと後ろもアプトのパーツ盛りだくさんでございます。
まずルーフスポイラー、これボディ同色にペイントされてて、こちらもアプトのエンブレムが、そしてリアバンパーも同様にアプトが、この辺ちっちゃいエンブレムがついて、そしてこれはこの下がシルバーにペイントされてるみたいです。でマフラーもこれカーボンですよね、はい、カーボンのカッターがついたマフラーが装着されています。これもちゃんとアプトのロゴが入ってます。これ真ん中あれですよね、多分ヒッチメンバーが出せるようにパーツが多分別になってるんじゃないかなっていう。で太鼓ももちろんアプトなんで、まあ、音も変わってて、なおかつその車検に必要な E マークっていうマークもついてますんで、まあ、その辺も安心して使っていただけるんじゃないかなと。でこの迫力のサウンドはちょっと後で聞いてみたいと思います。外観こんな感じでしょうか。よろしいんじゃないですか、はい、かなりもうワイドになってるんで迫力が純正と全然違いますよね、ノーマルの Q5、S Q5 と。そうですね、これでも、うん、オンラインがねやっぱり違いますよね。ここと、ちょうどここプレスラインがあるんですよね、純正だと、うん、そこに合わせてオーバーフェンダーになってるんで、もう本当に自然にかなりワイドに、なんかちょっと RSQ5 ってないんですよね。ないです、はい、RSQ5 ないですけど、 RSQ5 あったらこんな感じかなって、そんな感じじゃないですか。あ、そういう感じですね。そう言われてみれば、なんかこう純正の延長線上みたいな、はい、なんかもう車外で全然違うものっていう感じよりかは、なんか純正がこう延長線上でこういじくってたらこんな感じかなっていう、そのぐらいなんかまとまりがあるデザインも、まあ、まとまってますよね。さすがですね。なんか街中で高速したらおって思われそうな、はい、そんな感じのデザインになってます、はい、ちょっとまあ、言っちゃ悪いですけど下品じゃないっていう感じですね。そうですね、はい、すごい上品ないじり方になっていると思います。まあ、場所を本当に関係なく乗っていただけるように、はいはい、じゃあちょっと繰り返しになっちゃいますけど、トランクなんかも、あ、はい、ね、チェックしてみますか。これ足で開けるやつも、はい、あ、大丈夫ですね、はい、大丈夫です。で前回も多分やってると思うんですけど、はい、ゴルフバッグを、はい、これクラブありのままでインしちゃって大丈夫か。どうぞ、大丈夫です。あ、ギリギリいけちゃう感じですね、はい、こんな感じで。で当然リアシートも倒れるんで、かなり容量的には便利に使えるんですよね。これカチャってなるタイプです。これいいですよね、このカチャってな、カチャってなりますね。なんでこの辺の使い勝手も、はい、まあ、これ前回もやってますけどバッチリな感じで、はい、はい、じゃあ続いて内装も見てみたいと思います。そうですね、内装前回のと、そうですね、前回のという、まあ、オプションが入ってる、はい、という感じですね、まあ、オプションチェックっていう感じでしょうか、はい、これシートもオプションなんですか。シートもオプションです、はい、これかっこいいですよね、はい、ダイヤモンドステッチの S のこのエンボスというか入りのシートになってます。あとはバーチャルコックピットもオプションですね。あ、なるほど、はい、前回のよく覚えてません結構台数いろんなところで撮ってるから忘れちゃうし、車とか なるほど。じゃあもうこれも結構オプションもりもりな感じなんですね。そうですね、まあ、もりもりっていうオプションの数はないんですけど、もともとある程度ついちゃってるので。なるほど。でも大きいところのそのバーチャルコックピットとシートっていうのはやっぱりちょっと外せないオプションじゃないですか、はい、あとはこの上のルーフですね、これもパノラマ、うん、オプションで、はい、バッチリですね、オプションでついてます、はい。で今回のお車はドラレコ純正のオプションですかね、ディーラーオプションのドラレコですかね、純正ですね、はい、とレーダーもついてると、はい、まあ、ついてて嬉しい、この辺のアフターパーツもしっかりついてるっていう。じゃあマフラーの音を続いて聞いてみたいと思います。今回アプトのマフラーがついてるってことなんで、小島さんお願いします。ありがとうございます。で今回は続けての SQ5 だったんで、はい、まあ、細かい車の仕様だったりは前回の動画を見ていただけるといいんじゃないかなと思います、はい、そして今回大きな違い の, この足回りと295の乗り味をちょっと試乗を、はい、マフラーね、はい、あ、マフラーと、はい、ちょっと行ってきたいと思います、はい、試乗行きましょう、はい、ちょっと295の乗り味を、うん、結構皆さん気になるところじゃないかなっていう、うん、ただ残念ながらレビューするのが僕っていう、なんで当てにならない。全然大丈夫でしょ本当ですか。以前もね、前もね、乗ったばっかりだから。乗りました、はい、ただ覚えてないです。え、本当に、はい、
ただ見返してこう言ってることが違うじゃねえかよってなる可能性が。そんなことないでしょ。それはこうやっぱり人は言うことが変わるんですよ。なんか日々成長してるんで。本当に、はい、なんか病んでない？病んでないですよ。大丈夫？大丈夫です。いやでもその時感じたこととこう2回目のって感じたことがこう違うっていうことは、はい、なくないじゃないですか。なくない、はい、うん、なんでプラスに取ってください、はいはい、どうしよう全然違うこと言ってたら、はい、でもその295っていうイメージの、はい、の持たないで乗ってみたらいいんじゃないの。ああそうですね、うん、もう別にその295がインプットされちゃってるんですけど、うん、マフラーもアイドリング全然音は、はい、ああジェントルですね。ジェントルですね、はい、うるさすぎず、はい、バリバリ言ってないですもんね。さすがですよねその辺は。本当にエンジンの音を今ダイナミックにしてる、はい、コンフォート、あちょっとアイドリングも下がって、うん、下がってバルブもついてますよね確かあれ。だから今エンジン音とコンフォートでいいですか一回走るの。あれこれ本当に、あそっか、えめっちゃ静かじゃないですか、はい、え、めちゃめちゃ静かですよ、うん、普通ですよね。悪く言っちゃうと普通です。ちょっとコンフォートだと変わってる感があんましないですね、うん、ちょっと変わりました。ダイナミックに変えましょうか、はい、めっちゃ静か。一応今のでステアリングも、はい、ダンパーもコントロール、エンジンもコンフォート、あ全部ダイナミックにすればいいかもしれない。そうですね、ダイナミックに満たしちゃいますから。あ、っていうかダイナミックにすると全然音違うっすね。違うでしょ、すげえ音が、え、このマフラーいいっすね。この差はいいですよね。いいっすね、これは、これいいっすよ。なんかちょっと大排気量の車乗ってるみたいな、なんか AMG で言ったら63シリーズ乗ってるぐらいのちょっとなんかパワフルなサウンドが、乗り心地はちょっと硬くなりましたね。確かに、うん、さっきのこれで調整して、はい、例えば家族で乗られるときは乗り心地をコンフォートにして音を出すとか、まあいろいろ調整できますからね。いいっすよね、はい、最近の本当にそういう、わあ、ちょっとこれ全開で走りたいっす。いい音しますね。さっきアイドリングでこう吹い、はい、やってましたけど、やっぱり吹きがやっぱ実際走ってみると全然違うので音が違いますよね。あれもう本当に全然前回のと全然違うっすね、うん、びっくり。足は正直前回のよりかはまあまあ硬いっす。硬いっすね。ただバタつく感じではないっすね。さすが純正ショック流用だけあってバタバタはしないっす、うん、ハンドルの取れ、あの輪立ちの取られるとこどうですか。は全然ないですね。ないですか。ちょっとでも助手席の感想からすると、はい、ちょっとそのスポーツ的な乗り心地になりましたね。ちょっとダイナミックのさらに上みたいな、ちょっとこう路面状況が少し硬、うんうん、いなっていう感じはしますね、はい、でもなんかそんな不快なほどじゃなくないですか。不快なほどじゃないですね。まあでも確実に奥さんにはバレる、うん、そうですね、はい、困ります、ね、そのぐらいです、はい、だから家族で乗られるんであれば、はい、やっぱコンフォートが、なるほど、ちょっとグイッと、え、めっちゃいい音してるじゃないですか。いいよね。いやこれはまあ、エアロどうこう、はい、タイホイールどうこうもありますけど、はい、マフラーはちょっとつけた方がいいですね、うん、Q5。 でも正直言うと、さっきのその外装とかそういう説明してる時に、はい、あんまりテンション上がんなかったですよね。そうっすか、うん、でも実際動かして乗ってみたりエンジンで走らせてみるとすごいって思いません？いやいや、ほんとすごいですよ。テンション上がりますよね、ちょっと。いや、これいいな。あれ、こんなんでしたっけ、Q5。エンジンとかやってないですよね、これ。やってないですよ。やっぱり音重要だな、音。やっぱ車を走らせてなんぼですよ、やっぱり。これ全然違うっすね、ノーマルと。全然乗り心地、僕的には OK ですよ。本当ですか。はい、295でも295ダイナミックでも全然 OK ですよ。ちょっと助手席の、あ、ダンパーコンフォートじゃないですか。ダイナミック、いやいや、今さっきダイナミックでした。今コンフォートにした。
ことは、いやいや全然全然 OK ですよ。今この仕様にしてます、はい、全くもう満体です。音はダイナミックでダンパーコントロールコンフォート、あっさらもう助手席いいですよ、乗り心地全然大丈夫です、ね、すごいいいです。ちょっと22インチってこう数字だけ聞くと、はい、えっ、ー、って、はい、そんなタイヤペラペラで大丈夫って思っちゃうんですけど、はい、普通に乗れますね。あ、助手席レビューでいくと、はい、もう 100% コンフォートです。あ、はい、運転席だとハンドル握ってるし、はい、こう車の挙動が自分で分かるんで、はい、そんなにそんなにってことはないですけど、はい、両方大丈夫ですけど、はい、なので一人じゃない時はこの仕様おすすめですね。なるほど、乗り心地は。あ、でもエンジンミッションはコンフォートじゃなくてダイナミックでもいいですね。いやでも出足がグイッてなっちゃうじゃないですか。いやでもさっきの乗り心地のこの羽の方がちょっと弱くありましたね。念のためもう一回だけ回してきていいですか。お約束のおかわり、はい、おかわり。意外にっていうか、なんかこんなに良かったでしたっけ、マフラー足回りでこんなに違います。え、 SQ5 よ、いい車ですよ。いやいや、もう前回とか、まあ前回も多分すごいいいって言ってたと思いますよ。いや、なんか控えめで発言をして、はいはい、当たり前だろうっていう。あ、そうなの。 RS じゃないんだからって。あ、まあ、S に何を求めてんだっていう。あ、そういうコメントいただいてますか。いろんな方から言われまして、はい、でつい先日東京店で S8 を紹介したんですよ、うんうん、それも同じことを発言して、うん、控えめっすねって言った、うん、当たり前だろっつって、うん、はい、いろんな方から言われまして。本当に、はい、病んでる。病んでないですよ。で S の立ち位置がよく分かってないんですよ。いやでも、ね、もっとなんか期待しちゃうんですよね S でも。一応役付きじゃないですか、はいはい、なんか BM でいうとこの M みたいな、はいはい、そのぐらい想像しちゃうんですよ、うん、ただ M と戦うのって、まあ、何を戦うのかよく分かんないですけど、うん、RS なんですね、うん、そうそうですね、位置的に言えば S ってそのやりすぎてないというか、はい、純正プラスアルファぐらい、はい、けどなんかもうここまで行くと本当になんか RS ないけどちょっと RS、はい、RS? みたいななんか音と乗り味とちょっとこのエクステリアの感じと、はい、その期待を裏切らない、いい感じですこれは。内装なんかもねいいですからね。落ち着きありますよね。カーボンのあれと、でもここで色を入れてほしいとかって言うとまたお前アホかって言われちゃうんです。なんでいいじゃない。いやちょっと赤とかもうちょっとこうボタンの赤だけじゃなくて、あ、もうちょっと赤とか、うんうんうん、はい、うん、でも、まあ、カーボンとかね。ですね。アクティブカーボン綺麗ですよね。ハンドルとかねカーボン入れたらいいかもしれないですね。あ、なるほど。このままいいですよね、はい、本当にマフラーでこんな違います。めっちゃいいんですけど、よくよく調べたらコンピューターいじったりするね。いや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 、それはないと。あ、そう、肝心なことを言うの忘れてるじゃないですか。え、この車大阪店で、そうですね、もうほぼ新車の時に全部施工させていただいた車ということで、はいはい、で回り回って埼玉まで来たっていう感じですね、はい。結構だから何がついてるかも重要ですけど、どこでその作ったかもって言うと割と重要じゃないですか、はいはい、見えないところのそのクオリティとか、はいはい、まあ、その辺全部自社で仕上げた車なんで、はい、まあ、安心して乗っていただけるんじゃないかなと、はい、ちょっとマフラーだけで本当にこんなの、足もなんか全然いいですよ僕的には。え、でも純正よりスポーティーです。コンフォートがやっぱりいいですね。何度も言っちゃいますけど、はい、あ、まあでも確かにちょっとダイナミック足回り、うん、あれ今が今コンフォートです。あれ、これいくらですか。店頭ですか。はい、いくら予定ですか。店頭が800台ですか。あ、じゃあノーマルいくらですか。700。ああ、え、あれ1個ずれてたかな。630 730。じゃあ差額100万ぐらいですか。100万ぐらい、100万ぐらいです。そうすると僕こっちですね。いや絶対そうですよ、うん、だってアプトつけるのにいくらかかりますかって考えたら100万じゃ効かないですよ。効かないですよ。ホイールだけでだって780いっちゃうんじゃないですか、うん、
え、そうするとだいぶお得ですね。だいぶお得ですよ。前回の SQ5 はあの SQ5 でやっぱりノーマルにオプションがいっぱいついてたりするので、やっぱそういうお客様の層もいらっしゃるじゃないですか。確かに。これはこれでやっぱりまあちょっとボンドチックな。僕こっちっすね、うん、多分うちの、え、でもオプション内容そんな変わんないですよね。オプション内容変わんないです。変わんないですよね。変わんないです。え、僕全然こっちっすね。やっぱりダメなんですね。なんか何が、え、マフラーは多少こううるさく、いや、そういう、そういうところでね、お仕事してますから、はいはい、好きじゃないとね。そうですね、ちょっとノーマルだと本当に大変申し訳ないですけど、物足りなく感じちゃうんですよね、まあ、そういうね、方が来るお店というかというところも幅もね、ありますからね、はい、もちろんノーマルで乗っていただいてもいいんですけど、はい、こうやって仕上がった車を乗っていただいても、はい、でもノーマルでやっぱドレスアップもこういうそのアプトだったり、ちゃんとしたところのメーカーでいじってるっていうのがやっぱり、あ、そうですね、絶対だと思いますよ。もうバランスもいいですし、はい、物もしっかりしてますし、はい、アプトはレースなんかでも有名ですからね、うん、DTM とか去年も来て、ま、やってましたよね。やってました、はい、スーパー GT VS DTM で、はい、じゃあそろそろあれですか、はい、買っちゃいますか。買っちゃいます。いや、でもこれだったら Q5 いいなっていう、うん、でもこれは多分、ね、ノーマル乗った時はちょっと物足りないなと思ったんですけど、うん、でもこれね、実際多分即売だと思います。いや、これは売れると思いますよ。スッチには売りません。ダメですか。ダメです。ダメですか、はい、おかしいな。ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。はい、というわけで今回はボンドカーズアリーナよりアウディ SQ5アプト配送コンプリートをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。